ははいこんにちは吉松です。ということで今日もですね「燃費観音力」ということでこの気持ちを持ってやっていきたいと思います。今今コロナとかねそれからあのえっ、ー、とまあそのコロナ騒ぎでね、まあ、お亡くなりになった方も見えるしそれからまああの。 まあ不安にいっぱいねあの、まあ、私も含めて不,不安感の中にいる人も見えます先日私がですね医者にちょっと薬取りに行ったらたまたま出てきたなんかそこに来てた人があの、まあ、患者の人がいたんですけど私の姿をパッと見たらパッと一緒に止まってね私があのど,こどっちの方に行くか自分の方に来ないかどうかじっと見てておばちゃんが70ぐらいの。で私ちょっとこっちの方へ行って座ったらさあっと私のそばを通ってね すぐに入り口が出てかれたってたところがあってやっぱり人と会わないようにあの医者の中でもそういう医院の中でも警戒してみるっていうかねもうお互いが自分自身をねあの人のことが信用できなくなりかかってるのかなっていうようなことが思いましたよね。うね、ん、やっぱりあちょっと知り合いがいたからしゃべろうかなと思っても、うん、やっぱりこうあちょっと濃厚接触とか思っちゃって。はい、で私もです、ね、あのジムですすねね 通っていたんですけどね、辞めました。あの先月の頭に辞めてきました。あの休休会してくれっていうことがあったんだけど、私はもうそれ断っても辞めました。もうちょっと今ねやっぱりスポーツジムに行ける状態じゃないので、はいという,ふうに判断しましてね、あの残念でしたけど、私非常にそこ好きだったんで個人的には大変にスタッフもいい人が多かったし、からそこで結構出会った人もおの思い出のある 人も何人かいてて仲良くしまってたので、はい、な感じで今様子見ていますで今日はですね、まあ、先日お彼岸の日ってあったんで彼岸についてですねあの私専門家ではないですけど漱石にも入ってません坊主の財系なんですけどです、ね、私のです、ね、ほんのちっちゃい浅いそういう知識の中からちょっと話してみようかなと思っていることをねだらだらと、ねうん、話してみようかなと思っております。えー、時間と お急ぎのない方ね。今いろんなことで終わりたい方は見えるんだけど、まあ、ちょっとね。お付き合いくださいというところなんですけどもですね。ええー、と悲願ということですね。悲願お彼岸とか言いません、ね。悲願ね。うんで、まあこれはあの生きし者ということなんですけど、あの私ないんですね。あの昔に通ってた座禅道場でですね。まあ、こういうあのものがいただいてですね。 このマカ「まか半舎はらみというあの一番座禅のね30分やったわたってみるう唱えるんですけどみんなで、うん、あのこれ半舎信経という,いうものだそうです。でそこのですね住所さんが言うにはこの半舎信経というのは大半舎経という長い長いお経があるんだけどそのエッセンスを275分字かななんかでぐっとこう縮めたもんで大変功毒があるよと。 もちろん悪霊みたいなのが来たらこれ読んだら退散するしとかいうのは私の意見なんですけどまあちょっとこう自分の気持ちをシャキッとする時にねこれを唱えるといいと思います。はい、そんな感じでですね、あのー、一番最後のところ「姉信教」のねちょっとこれ、えー、とこの部分なんですけどね「えー、とギャティギャティハラギャティハラソギャティ」。 これはまあガテガテパラガテパラサンガテボディスーバーハということなんですけどあのまあこれについてねちょっと私あの、まあ、まあちょっと思うことがあるのでですねちょっとここでこのホワイトボードでちょっと語ってみます。あのまあ、これはですね なんかあのネットで調べたところによりますとですねあの生きし物よ生きし物って要す,要するにこういうふうに川があってですね川があって川のですね流れがこうあるんですよ上から下へ流れてきます川がね上から下へね。その時にですね人がこっちとこっち側に岸にねこう岸があって両岸こう岸があるんですよ。ここに人がいるここに人がいる。 こっちからこっちに行った人このこ、これが、つまりこっちの方の騎士がですね、この悲願と、あの騎士、かの騎士、かの騎士、これが俗に言う悲願ということだそうです、うん。こちらの方の人間、俗世界にいる人間、ね、非常に俗っぽい世界、俗世界、ね、俗世界。 属性まあ要するに今みたいなもんですよ政治家が汚いことをやったりとかねあの金持ちがいろいろあったりとかあるいはあの庶民同士がい,いがみあ,あったり足引っ張りあったりとか悪口言ったりとかこういう属性っていうのがあるんですよ。これは汚れた汚れたね例えばどうしようったかな、ね、汚れたっていう字書いてあのそういうこと言います。から ちりや赤まあそういう世界なんですこの世界はね非常にこう人間の欲望とかだからといってダメ,いダ,ダメというか、まあ、改善はする必要あるんだけどあのー、ここでしか分からないこともあるんでねこちらの方からはねだけどまあそういう世界ですこの世界は、まあ、これは私たちがいるせ世界です。 ここのの属性の世界とということになりますね、うん、ほんでですねこちら側に行った人ねこれはおそらくこのハーネ神教によりますとまああのシャーリー・プトラというシャリスという弟子に対してお釈迦様がですね説法するんですよシャーリー・プトラやとね私はねあの漢字材の法、まあ、要するにねあの何て言うかな 深い深い瞑想状態にいたらあのいた時にですねもうあの真理を求めてお釈迦様が座禅組んでねすごい深い深いところ移設のあと足に、菩提寺の下で組んでたらその菩提寺の根っこが足に絡まってたぐらいの深い時間と深い瞑想をやってたらその,あのなんていうかな うん、この世の中空であるということを発見したというの、まあ、はっけど分かったという、まあ、分かったという本当は口では言えないでしょうね、きっと。だから世の中悟ったなんていう人は結構いるけど。あのー、前にも動画出せ、悟ったとか天使の声聞こえたっていう人、ちょっと要注意、要注意ですよ、その人たちは。うん、お釈迦様というのは、あのー、まあ、釈迦牟尼仏。あの、知ったあ王子なんですけど、昔の。あのー、そういないですから。 あそこまでの境地でののはほとんどな,りないですからねこのこの人間では、まあ行い,いたことはいるインドにもいましたし中国にもね宋四郎氏とかっていう人いるし日本にも何人かいるんですよに日本はほんと不思議な国でこんだけの人口なんだけどそういう人たちがもう昔はもう花が咲くように綺麗ないっぱい結構な人数いたというそういう国なんですけど、まあ、珍しいというかレベル高いんですよねそういう精神的な面では。でえー、と ここここでで見てた、たたっっっち行とということなんですよ被害に行った人。だからこの人に対してですねあのガーテイガーテイパーラガーテイ生きしもの生きしもよもう全くこっちに行ってしまった人よとねあの悟ってしまった人よと幸いあれということでいうことなんですけどあの結局ですねでまあここまでは普通のまああの なんかな考えというか普通の話なんですけどでえー、っとですね前、まあ「地獄とげ」と「源神王女要衆」っていうのがあって、まあ、ちょっと私あのねっ源のどうしようかな王女 しこれには「地獄界」っていうのが書いてあるんですけどあのこのあの世でねまああの世まあここの動画を見てる人も必ず行くしまあ私はねここに行かないように考えてるんですけどあの世にはまああのおそらくかなり、うん、で一番下が地獄界その上がですね 畜生会,会ちょっと文字が書けないけど畜生会それでその上がえー、っと人会だったかなまあ、とにかくいくつかこう層があるんですけどいくつかね一番外側に天会というのがあるんですよ天ねっここいくつか層があっていろいろで ここの世の中にですね死んだらこっちへ来るんですねこれがですねあの四次元でなくね三点五次元でここの我々がいつもギャーギャーピーピーやってるところが三次元今この地球ですよね三次元とでこのお釈迦様が言ったというこの あ悲願とというところはこここと違うんですよこれよくね私も若い頃っていうか30代ぐらいまで間違えててお釈迦様はこの天という一番ね神様の世界へ行ったんだと神の世界深海ですよここに行ってすごろくでいいすごろくで言えばね上がりとあ上がりましたとでここでおそらく自故というものをなくしてね自我というエゴをなくしてまたこの 一庶民としてここへ生まれ変わってくる地球に生まれ変わってくるんだとね地球にね思ってましたこう地球ね、うん、ところがそうでないっていうことがここ3年ぐらいでいろんなまあネットのおかげなんですけどあのー、分かってきて結局ここに帰ったんじゃ いつまででっても四苦八苦続くんんすよどんだけこの神の神世界にここへ戻ってくるんですかねね三次元に、ね、でここでまた二等兵からやり直しで一兵卒からやり直して順番に行って、まあ、一番初めは地獄界に行くんでしょうであと順番順番にねここは恐ろ,しい恐ろしい世界なんですけど、まあちょっといいお答えをしていればこの辺の世界かもしれないこの辺の世界かもしれない、まあ、天へ行く人はめったにいないもんで、まあ、この辺でこの辺でが学習をして何回も何回もやって天まで行くとしてもね これがはこの何て言うかな非常に閉じた空間なんですよこれ閉じているこの空間がこことこことの往復ですからつまりこれは輪廻転生、輪廻といって六,六道輪廻といってこれがそもそもあのー、なんつうのあのー これが乗り越えないか場所というか仮に天のこの神の世界まで行ったところでこれがこれも苦しみなんですよなぜかというと神の世界といったところで神様には俺はなんとかの神というエゴがあるんですよ要するに自分と他人を区別する自分と他の神を区別するそういう意識があるんですよなんとかの神だぞとだから自分があの神様として あるいは天使としてあるいはねそういう霊的な高級霊としてねこう祭られなかったりこうディスられたりあるいはするとですね、まあ、罰とか与えたりとかね、うんなことないよっていう人はねあのー、まあ本当はいやあのー、そういうことはお勧めしませんけど例えば。 本当にそういうね、あの不敬なことをやってみると、必ずバチきますから、うん。あの、今まで私が読んだあの。心霊関係の、呪い関係の本を見ていると。そういう、例えば、あの、祠にね、いたずらしたりとか。あの、神に、あの、そういう、ちょっと,ちょっと、ちょっとさ、祠があるじゃないですか。こういう神様がいるような、あの、ちょっとさ。あの、池のそばとか、そういうところの山あいのま、田島とか、そういうところに。 いたたずずらするとね必ずバ,チバチ当たりますからそういういいい例もっっぱいありますよちょっとネットで調べてみればだからそれバチは当たるだただしお釈迦様が行こうと思ったのはこの悲願というところでして「生きし者よ」さあどこに行ったんでしょうかということになりますとえー、っとですねそれはこのまあフラットアースで言うとねこのここの地球このここ以外の場所はないのでさ3次元では。 まあこここ次元、まあこの際フラットアース説もあるんですけどまあこれは置いといてねでここのところにですね3.5次元これ霊界と一番上が神様の世界ということなんですけどあるということでしてでねお釈迦様が行った場所というのはねこの辺です。 まあ私見たことないから分かんないいかですよこの辺では座禅を組んでるとつまりここを経由せずにね4次元5次元とかというとこを経由せずにいきなり今7次元8次元というところまでここから直に行ってしまったとこれがかの騎士悲願ということです。 私私はそう思ってます私の言これは私のおとぎ話ですから私の吉松のおとぎ話というところで聞いてください。ね、でここまで行ってしまったこの人は。なぜここパスできたのか。ね、なぜここにもう二度と帰ってこないのか。行きっぱなしですよ。行って行って行きっぱなした人悟った人幸いあれというところで。結局 お釈迦様としてはこういう世界にね物質があってあるいは霊世界っていうのもまたちょっと細かい物質がある世界で3次元この,この上の世界も4次元の世界も結局細かいけど物質が物質とかエネルギー状態があるそういうところから一切離れてしまったということなんです。うん、これが悲願というこのことでもうその時には関心がないわけですよこういう世界にもこういう世界にも。こういう世界にも 関心がないから離れていられるということなんです。うん、でここまで行ってしまった人、これが悲願ということでございます。で全ての仏教というのはここまで行く最終解脱と言うんですけどここまで行くの、まあ,あの変な宗教の中と言ってますけど要するに最終解脱するのが一番仏教の目的で仏教というのは宗教じゃないんですよ。宗教の衣を着てるけど後々の そのブッダの、ね、周りの弟子たちが宗教集団を作ったけどももともとは哲学なんですよ。仏教哲学というかあの教えというかまあブッダが要するにその前に、まあ、あのインドでねいろんな宗教があって同時にそういうジャイナ教とかいろいろあってその独自、まあ、に仏教から言うとゲドウと言われるんですけど、まあ、そういういろんな宗教、まあ、そっちの方にも真理はあるので、まあ、いろんな宗教があって。 そういうい伝統宗教をやってきたブッダがまた自分の,そのフィーリングで教えを作ったというのは仏教なんでただ、あのー、根本的には仏教というのはあのー、死んだら葬式やれとかそういうことは一言もないですからね原始仏教にはお釈迦様が死んだら必ず供養しようよなんてことになるそれは後でできた話であってうん。あの宗教になると それはですね経済というものに立脚してるので経済があって宗教があるという今のこのようなね全てのものの土台に経済というものがあるんですよ。これ経済って一言で言ったらねお金ですよ。お金で回ってる世界物欲もので回ってる世界。まあ当然当たり前ですよね。坊さんと家だ家でももに帰れればば房も子供ももいたり車が走れば ガ,ガソリンがかかかかかかるるるし水もねこれお金かかるんですよだから宗教とまたこの仏教とはまた何て言うかな私は分けて考えてますけど、うん、仏教というのはそういうもんです。はい、というわけで皆さん悲願というのはですねここじゃなくってこちらともう全然違う場所からいると。 見てるということですではまた皆さん次回お会いしましょう